こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はハッピーセレクション装備召喚っていうまた新たなねタイプのガチャが始まりましたので、こちらについての解説、まあ、選び方だったり優先度の解説をしていこうかなと思います。はい、まずですね、概要としてはこのハッピーセレクション装備召喚とは果たして何ぞやという話なんですけど、これが各シリーズ1回のみ11連ガチャで、これが700ジェムでね回せるということで、まあ、非常にお得な内容になっております。で、このガチャの中身ね、基本、まあ、11連はともかくとして、この選べるおまけって何がもらえるのっていうと、基本的には各シリーズの覚醒だね、覚醒、それからチェイン、このラインナップになってる。まあ、とはいえこれ全ての覚醒がね網羅されてるわけではなくて、これが多分時期的には中期頃かな、多分最近の新しいね第二覚醒とかそういったものは入っていなかったりしますけど、まあ中期頃までの覚醒がまあラインナップされてるっていうイメージかな。うん、なのでまあこれ初期からのね覚醒も全て含まれているので、アニマレンズで交換できるものとかそういったものも当然含まれているので、その辺もねまあよく考えながらまあ選んでいく必要があるよというところ。ただしこれがね、先ほど言った通りジェム限定ではあるものの700ジェムで1回回せるんだよね。そう考えるとめちゃくちゃお得なんですよ。そうドリームセレクションね、この間までやってましたけど、あれが1回2970ジェム、まあ実質3000ジェムだよね。3000ジェムで1回回せて覚醒1個なんですよ、交換できるのが。ただでもらえ、ただっていうかおまけとしてね選べる覚醒が3000円で1個だったところが、今回700ジェムでね覚醒1個もらえるっていうことを考えると4分の1以下の値段になるわけですよね。めちゃくちゃお得、ドリスレ1回分で覚醒4つ手に入るんだから、すごいお得感あるなと思って。ただね、これ各シリーズ1回のみしか引けないっていうねガチャになっているんで、まあ、この辺はちょっと注意が必要かなと思うんだけど、これうまいことね使えば今まで勝てなかったダンジョンだったりとかも勝てるように全然なるレベルで、まあお得になってるから、普段あんまり課金しないよっていう方もまあ覚醒ね、まあこういったところでゲットしてあげるとだいぶねシリーズごとに並んでるから、カルディアダンジョンとかのね進行度も上がってくんじゃないかなっていう感じがするので、これはねうまいこと使ってまあいい、まあ装備選べるといいんじゃないかなっていう感じですよね。はい、ということでこのハッピーセレクション装備召喚ですが、優先度と考え方っていうお話に、今回の動画あんま長々とね全てのあの必殺技を解説するとかっていうことはするつもりはないので、あくまでこの優先度と考え方っていうところでお話ししていこうかなと思います。まずですね、まあこれまあいろんな動画でもよく言うことではあるんですけど、装備のね自分にとって必要なものかどうかっていうことを考えるときの物差しだよね。どう考えるかっていうと自分の手持ちの状況、例えば、このキャラはシンクロと新奥義持ってますとか、まあすでにもうこのキャラは必殺技揃ってるのか、このキャラはもう覚醒しかないっていうキャラもいればみたいなところ、あとそれから進行状況ね、例えば FF9 のカルディアダンジョン FF シリーズはもう手持ちが揃ってて、ハリウムクリアしてます、それからラビダンもクリアしてますって人もいれば、だけど FF9 はもう順調なんだけど FF2 とかが全然進んでないですっていう方も結構いると思うんですよね。やっぱり自分が一番好きなシリーズの進行度が一番進んでいたりっていうのはよく FFRK でありがちなパターンだったりすると思うんで、自分が全く興味ないシリーズに関してはね手持ちが全然なくてカルディアダンジョンも進んでないみたいなところもあると思うので、そういった中で、まあ、こういった機会お得にね必殺技入手できる機会に、まあ、ゲットしてしまうっていうのがやっぱ良かったりすると思うので、なおかつその、ね、手持ちと進行状況を照らし合わせて最も活躍しそうなもの、最も使えそうなものっていうものを選んでいくのが、まあ、基本になってくるのかなというところ。まあこれはもう本当に皆さんの手持ちとかで、ね、進行状況次第でまたおすすめとももちろん変わってくるところだったりもするので、もう例えばもうね先ほど言った通り FF 例えば FF7 のカルディアダンジョンもう終わってるのに
ここにさらに FF7 の新しい覚醒を求める必要って別にないわけですからね。自分が一番進んでないところの、まあシリーズのやつ、あるいは属性の覚醒を選んでいくのがベストということになってくる。それから、まあ次におすすめっていうことになってくるんだけど、ヒーラーの覚醒ね。今回もあんまり入ってないんだけど、初期から中期頃なんで、すべてのヒーラーの覚醒入ってるわけではないんだけど、例えば FF11 のアフマオの覚醒が入ってるんですよ、これ。うん。で、アフマオの覚醒っていうと、まあ、この間ね、ちょうど、アシェラ、新キャラのアシェラ使ってみた動画で、FF11 の破竜動画やったんですよ。で、その中でこのアフマオの覚醒をたまたま使ったんだよね。まあ、使い勝手はあんな感じになってくるんだけど、まあ、あの動画の通りですよ。今、現行のね、FF11 の最高難度である、650、ないの650の破竜でも、まあ、こういった不満の覚醒も当然ながら使えるし、めちゃくちゃ頼りになったりするんですよ。で、まあ別の動画でも言ったりしたんだけど、ヒーラーの覚醒っていうのは、まあ非常に腐りにくいんだよね。もう最高難度の、まあ今後 FF11 のクリスタルダンジョンのね、難易度700もおそらくで今後は出てくると思うんだけど、そういったところでも間違いなくこのアフマオの覚醒使えるから、絶対この使うことになると思う。持ってたらね、持ってたら確実に使うことになるので、そういった意味合いにおいても、その、なんだろう、将来性もある。今取っとけば絶対いつか使う時が来るっていうね。今例えば FF11 の手持ち全くなくて、アフマはここで取ったとしてもまだ使えないんだけどなって思ってる人も、ここでアフマをさえ取ってしまえば、ヒーラーはまず抜くことないから、基本、パーティーから。うん。なんで今後のもうカルディアダンジョンは安泰だねと。で、アフマの超絶に関してはアニマレンズでも交換できるから、そういったもので揃えてしまえば、超絶覚醒だけでもうね、最高難度まで勝てるよという布陣になるわけですよ。っていうところでヒーラー系の覚醒をかなり、まあ優先度としては高くなる。おすすめ度が高いというところ。まあ今回はそんなにラインナップ自体そんなないんだけどね。まあ、その中から言ってもやっぱり FF11 はそもそも好きな方とかね、あんまいないでしょうし、イベントの回数も少ないから手持ちがね、結構薄くなりがちなシリーズでもあったりするので、まあこういった機会に狙っていくのは全然ありだと思います。で、ヒーラー覚醒の次ぐらいにおすすめになってくるのが、属性デバッファーの覚醒かな。うん。これが例えば、もちろん装備が薄い、そもそも全体的に装備が薄い方も当然ながらいると思うんですよね。ゲーム始めてばっかりの方とか、まあ、ほとんど無課金で、たまになんか課金するぐらいの本当に微課金の方とかっていう方も、もちろん装備薄い方もいると思うんで、そういった中で、やっぱ手持ちが薄い中でやっぱ優先したいのが、やっぱりね、その特定の属性においては必ず入れるキャラ。まあヒーラーももちろんそうなんですけど、そう、アタッカーとかね、っていうのはちょっとやっぱり装備品によって、結構絶対、入れる入れないっていうのは出てくるわけですけど、新しい装備こっちが出たから今度はこっちのアタッカー使おうとかっていう風にね、移り変わりが結構激しかったりするんだけど、まあそういったことになりにくい、腐りにくい、結局まあ最初から持っておけば最高難易度、まあ例えばクリランでもラビダンまでもずっと長く使えるよっていうのがやっぱり属性デバッファーのいいところでもあると思うんですよ。で、そういった中で例えばね、レッドサーティーン、こういったキャラね、もう専用アビリティで、まあ、属性デバフできます。なおかつレッドサーティに関しては自分で地属性の魔力チェーンも持ってます。で、さらにこの覚醒も普通に強い、待機時間短縮しつつチアビ2回使用するためにハウリングストーンっていうね、すごく無難に強い、無難な強さっていうことで、で、専用アビリ含めるとね、この覚醒だけで1ターンで2段階デバフできるから、もう正直チェインと覚醒だけでね、他のメインアタッカーさえ強ければある程度勝ててしまう、全然勝ててしまうので、で、ここで何らかのタイミングでまあシンクロでもね手に入れたらもう万々歳ですよ。で、レッドサーティーもおそらく年内にはおそらく新しい D 格闘も出ると思うので、まあ本当に将来性もあるし、今現状のね、現段階の D 格のない状態でももう最高難度まで連れていける、めちゃくちゃ強い存在でもあるので、シンクロまで揃っていればね、まあ、覚醒とチェインだけでも十分ですよ。十分活躍してくれるめちゃくちゃ強いキャラなので、まあ、やっぱりこういったキャラの、ね、属性デバッファーの覚醒を狙っていくっていうのが、まあ、一番、まあ、無難というか、
っていう感じはあるよね。で、まああとなんですけど、次はね、シンクロとか新奥義とかのね、他の必殺技がすでに揃ってるキャラね。で、まああともう一個ぐらい必殺技あればいいなっていう感じのキャラってやっぱいると思うんですよ。皆さんの手持ち見た時に。大抵一人や二人絶対いると思うんだよね。なんかこのキャラ、新奥義と、LBOF とか、そういったのは持ってるけど、覚醒とかシンクロとか D 学とかないんだよねっていうキャラ、絶対いると思うんだよ。そういったキャラの覚醒を狙っていくとか、っていうことも全然ありだと思うし、例えばシンクロしか逆に持ってない、D 学しか持ってないキャラっていうのもいると思うし、そういったキャラのね、覚醒を狙っていくことによって、まあ長く、まあ限界突破レベルをね、維持した状態で戦える。まあ一つの必殺技で15秒と考えると覚醒手に入れ、そこに、ね、覚醒加えると30秒間の間限界突破レベルをね、上げた状態で戦っていける。それだけで全然変わってくるからね、難易度がね。っていうところもあるし、もちろん併用したっていい。シンクロと覚醒併用して一気に倒しに行くみたいな、30秒切り狙っていくみたいな戦い方でも全然いいと思うし。っていうところで、ちょっと自分の手持ちで考えたときに、あと一つ、もう一声っていうキャラの覚醒を狙っていくってことが、まあ重要なんじゃないかなって思う。これは皆さんの手持ちで変わるんで、誰がとかっていうわけではないですね。単純に、まあそういったキャラがいれば、まあその選択肢に入ってくるよってことだね。はい。で、一応ね、今回、入ってない、意図的に抜かれてるなっていう覚醒が入ってあって、フルバフがくっついてるやつね。フルバフ系の覚醒がなんでか抜かれてるんだよね。これ完全に意図的に抜かれてるんだと思うんだけど、ちょっといやらしいね。俺でフルバフ系の覚醒入ってたらバンバン剤だったんだけどね。入れてくれてないわこれ。ちょっとそこは残念な気持ちしかないんですけど、はい。ただその代わりフルバフ系のチェインなら一応入ってる。まあわざわざ絶対取りに行かなきゃならないっていうわけでは全くないんだけど、まああればあったで、一応その戦略としては全然ありかなっていうね。フルバフ系のチェインが一応あったりするんで、8で言うと、例えばこのキスティスのチェインか、キスティスチェイン、これが味方全体の高魔防魔防アップっていう効果になっているんで、ただこれが最大チェイン数99なので、ちょっとね、単純なチェインとして考えると、まあ、あんまり強くないんだけど、そうこういったものもあるから、一応選択肢の一つに入る。クリダンにおいてもですね、まあ、フェーズ2とフェーズ3で2回フルブレイクやってくるから、まあ、こういったねフルバフと、まあ、あとは誰かの、フルバフ使えるキャラがいれば2回分対応できるなっていうところも考えて、まあ、こういったところも一応選択肢としては入ってくるのでね、まあ、考えてみてもいいんじゃないかなっていう感じはある。もちろん他の属性チェーンとかでもね、まあ、こういったものはアニマレンズに入ってないやつがね優先、アニマレンズで交換できるものも含まれているんで、その辺もね、あのよくよく考えながらということになります。であとね、これアニマレンズですでに入ってるものもあれば、次回のアニマレンズ交換品追加の場合、更新された時に入ってくるものも当然あると思うので、当然ながらね、そういったところもまあ考えられるのがベストだけど、まあどっちにしても結局それも、あの自分が必要だから交換するっていうことになると思うので、今現状の進行度でやっぱり一番欲しいやつを、あの素直にもらっとくのがやっぱ別にベストなんじゃないかなと。次のアニマレンズ更新いつになるか結局わかんないからね、多分最近の流れから言うと4月以降ってことになるのかな。おそらく4月くらいで更新になるかなと思うんだけど、前回の、あの更新の時にそんなに増えなかったから、言うほど覚醒がなんかめちゃくちゃごっそり増えたぜみたいなことは全くなかったので、本当に数個、本当にちょっとしか増えなかったから、まあ、あんまり期待しない方がいいと思うけど、っていうところもあるんで、まあまあその辺も含めてね、自分が一番欲しいもの、自分の手持ちで一番合ってるなっていうのを選ぶのがやっぱベストかなっていうところはあるよね。って感じです。なんで、まあ、今回は一つずつ覚醒、この覚醒めちゃくちゃ強えんだぜみたいな話は、まあ、あえてしませんでしたが、まあ、こういった動画もありでしょう。まあ、基本的にこういった優先度と考え方でいけば、おのずとね、決まってくると思う。基本的には消去法がやっぱりベストだと思うんで。はい。まあ、そんな感じで皆さんの、手持ち、進行度は様々でしょうから、
皆さんの尺度で考えてみるといいのではないでしょうか。まあ、700ジェムだからね、普通のドリスレと考えるとだいぶ安いからね、ドリスレ1回分で4つ手に入れれると考えられると、まあ、だいぶまあいいんじゃないかな。全部引いたっていいぐらいだからね、これね。はい、といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。